やってたんですけど、まあ定期的に不定期というかでしかできてなくて、おうち時間が続いたので、なんかそこでちょっと上達したいなと思って練習を始めてというかやってたんですけど、それのなんかまあ練習の様子をよくツイッターにね、ちょっとだけなんかサビだけとか弾いて載せたりしてたんですけど、ショールームではやったことなかったので、ちょっとだけ弾いてなんかまあ軽く歌いながら配信しようかなと思ってるんですけど、でも披露できるとか披露するとか、なんか1曲歌いますみたいな感じにはできないので すごくめちゃめちゃ温かい目で見ていただかないとなんですけど、だからなんか弾くとかギターを聴きに来たよっていう感じより、なんかまあせいやが間違えながら練習頑張ってるなっていうところを、まあなんか見ていただけたらなっていう、温かい目どころかもう超温かい目で見てほしいですね。ちょっとだからギターの練習っていうテロップを入れます。披露とかではないんでね、できないんでそこまで ゆっくりただ練習するだけって感じで見ててください。練習、あと楽譜をちょっと見ながらなので、止まり止まりやります。OK。ギター練習って書きました。あとちょっとアレルギーで全然元気なんですけど、声がちょっとガラガラだったり、なんかあんまり良くなくて、そんな長い間はできないんですけど、ちょっとだけ配信しようと思います。本当に、ただただゆっくり私が間違えながら練習するだけの配信って感じになりますけど、なんか AKB48 の曲でも弾ける曲とか弾けない曲とかできない曲の方が全然多いんで、すごく温かい目で見てください。ちょっと待ってね。365をやろうかなと思います。まず、いきます。ずっと楽譜見るから私 楽譜見ないとできないんで。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔ゆっくりやりますね。とてもゆっくりです。こんな感じでもうめちゃくちゃ
ただ私がゆっくり弾いていくっていう 配信なんで、ちょっとね、温かい目で見てください。あと、君好きとかならできるかな。いや、でもね、君好きなんか難しいんだよね。私の中では難しいんで、ちょっとって感じなの。できなかったら歌だけ歌おう 君が幸せだったら、この時間が続くように、ずっとずっとずっと祈っているよ。風に吹かれても、僕がその花を守る。A メロ難しいな。愛とは返事を求めない声さ、一方的に送るもの。ちょっとサビに行きます。君のことが好きだから、僕はいつもここにいるよ。人混みに紛れて気づかなくてもいい。君のことが好きだから、君と会えたそのちょっと難しかった。君好き初心者には難しいです。なんか簡単なね、曲だったらできるんですけどっていう感じ。翼をいらないできるかな。翼をいらないとか、ギターの曲じゃないですか。だからなんかゆっくりだからできるちょっと待ってね、調べますので。これかな。あ、なんか違うのになっちゃった。めちゃくちゃ簡単じゃないとできないんですよね。ちょっと練習中なんでそうそう、ゆっくりな方がいいよね。というか弾けないじゃないと。さあ。翼があったら、大空を飛んで、どこへ行ってみようかと考えてみたけれど、あの風に乗って雲を横切って、今僕の目指す場所が思いつかない。空を飛ばなくても、翼はいらない、夢があればいい、大地を踏みしめながらゆっくり歩こう。難しい。翼はいらない、
戻っちゃった。皆さんは何の曲が AKB で好きですか？優しい。チャレンジして、そう、頑張ってるんですよ。まだまだですがね。まだまだ全然弾けないけど。でもなんか練習をしてたら、なんか超全然まだまだだけど、一番最初は、この押さえて一音弾くのすらできなかったから、なんかならなくて、その時に比べたらなんかもうほんと1ミリずつだけど、なんかちょっとずつなんか練習のなんか意味というか、なんか成果というか、なんかそれがちゃんと現れてる気がして、なんか頑張れる全然できないけど、まだまだ。なんだろう、簡単な曲しかできないんだよな。何が弾けるかな。難しい曲は弾けないですが、アフターレインとか絶対弾けないな。ちょっと待って、まあ練習だからねって思って聞いてねただたださやが練習してるよって思ってください。できないとこはちょっと後ほど飛ばして練習するっていう感じで。ちょっと今日パーカー着ちゃったら暑いな、さすがに。練習しないとできない。急にはできないです。まだそこまでの実力ないんで全然できないよね。なんかこっちもできないんだよな。目と目が
人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。 F が難しい。ここが出ない、難しい。そうなの、抑えられないんだよね。めちゃくちゃ頑張ってるんだけどね特になんかカポとかつけてないとできない。頑張ってんな的な感じで見ていただけたら幸いです。あの本当に全然初心者だからできない。なんかめちゃくちゃ教えてほしいもんね。なんかできるさ、ギターが上手なメンバーとかいっぱいいるじゃないですか。だから教えてほしい、習いたい普通に習いたいよね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、カポに。線路脇にいたんぽぽが咲いていた。長かった冬が終わり、待わびた春が来たんだ。日差しの道を歩き、恋でもしようか。ただ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 私が練習してる動画、これ大丈夫もうちょっとしたらちょっと今日はね終わろうと思いますがお聞き苦しいギターをずっとやるという、難しいよね本当に。なんか楽器とか、まあ何でも、楽器だけじゃない、何でもそうだと思うんですけど、なんか一からやるのって難しいなって改めて思った。サウンズグッドとかもね練習してたんだけど、ちょっと難しすぎて全部弾けないの。だからちょっと弾けるとこだけやろうかな。ちょっとずつやるとね難しいよね、それは当たり前だけど、ちゃんと一曲練習しないと。今日はねちょっとずつ弾いてくっていう配信なんですいません。さあさあさあ、え、この音？待って待って。サンオイル背中に塗ってと。
外しながら寝そべえた。大胆な君の一言は甘ったるい匂いがした。どこまでも青い海と空、からもできないな、難しいわ簡単なあれしかできない。なんか難しいね、やっぱり真夏のさん作ったとか難しい。じゃあなんか最後一曲ちゃんなんかやって終わろうかな。ちょっと待ってください。簡単なのじゃないとできないな、構造が簡単なのじゃないと。んーでもやっぱ365とか。じゃあ365ちゃんと全部やって今日は終わろうと思いますそれでちょっとあれですね、コメント答えて。じゃあ2番からいく？さっき1番やったから。温かい目で見てください。星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ないそんな距離を競うよりどうと
はい私のただただの練習でした。ちょっと一旦コメント答えますね。休憩しよう。久々の個人配信かもしれないね。ちょっとお昼になっちゃったけど、なのでなんかまあ質問やらなんやら、多分簡単の、あ違うかなって弾いたから音があれだった、合わなかったな。ね、お久しぶり配信。あ、お昼が見れるよっていう人もいるし、夜の方がいいよっていうね、あの人もいるから、その時その時かもしれないけど、ちょっと今日はお昼にしました。仕事の休憩中です。あ、ありがとう。仕事中だけど見てるよ。ありがとうございます。フォローしました、ありがとう。好きなアイスは何？好きなアイス難しいな。なんだろう。なんだろうな。なんだろう。好きなアイス、ああなんかコーンがついてるやつが好きかも私。あのアイスも好きだけど、そのコーンの部分が好き。アイスの部分より、アイスとコーンが一緒になってる部分。わかりません、この気持ち。皆さんは何が好きですか？あ、そうそうそう、ジャイアントカプリコ？なんだっけ？そういうやつ？ジャイアントコーンかな？そういう感じの、なんか、それじゃなくてもいいけど、なんかコーンの部分が、コーンっていうか、ワッフルみたいになってるのあるじゃないですか。ね、わかるよね。ワッフルみたいになってる、そういうのが好きかも。そうそうそう、なんかサクサク、ザクザクみたいな感じが、なんかその食感。あ、チョコモナカジャンボ、あれだよね。あの中にチョコが入ってる。王道よね。昔、なんか、おばあちゃんのお家に、行った時に、なんかおばあちゃんとおじいちゃんがアイスを定期的になんか買ってくる、いとことかがよく、私とかいとこ、私のいとことかがおばあちゃん家によく集まってたんですよ。でそれでなんか何種類か買ってきてくれるっていうのがあって、その時に必ずそのモナカのチョコのやつと、あとなんかパイナップルの本当形、あのパイナップルを切った形になってる、なんか北海道のコンビニ限定だったのかわかんない。あんまりわかんないけど、なんかパイナップルを凍らせたみたいな感じのアイスなのか、あれはアイスなんだろうけど、形はパイナップルみたいなやつと、なんかトウモロコシのアイスみたいなのがある。それは多分北海道だと思う。トウモロコシと形してる、なんか別にトウモロコシではないんだけど、形がトウモロコシになってるやつっていうのがあって、それとかをなんかその 3,4 種類を必ずなんか買ってくるっていう思い出がある。シャーベットなのかな、なんか忘れちゃったけど、なんかパイナップル、あメロンのソフトクリームは、そうそう、北海道のセイコーマートっていうコンビニがあるんですけど、そこに限定なのかなって売ってるんだけど、なんか珍しいのよね、そのメロンのソフトクリーム。多分北海道限定なのかしら、わかんないけど、なんか去年かな、去年の今頃かな、ちょうど1年前、もっと前だったか忘れちゃったけど、去年実家の方に、おばあちゃん家に帰ったんですよ。その時に食べたそのメロンのやつ、メールに送ったかもしれない。送ってなかったら、あの違う、あの分かんないけど送った気がする。なんか髪ボサボサじゃない？やだ。そうそう、トウキビアイスとかもあるよね。セイコーマートはでも北海道限定じゃないって聞いた。なんか前握手会、横浜かな、横浜か幕張か忘れたけど、どっちかで握手会やってた時に、あのなんか来てくれたファンの方が、なんかこの握手会会場の近くなのかな、忘れちゃったけど、なんかこの地域だったかにも、
なんかあるんだよセイコーマート、知ってた？って言われて、だから多分横浜？横浜じゃないかな なんか関東のどこかにもなんかあるんだって。メロンの入れ物、あ、待って、メロンの入れ物のアイスもあった。なんかメロンとかレモンはなかったかな、なんかそういうのに入って、え、懐かしい。あ、埼玉だって。埼玉にあるみたい、セイコーマート。なんか私の中ではすごい北海道のコンビニっていうイメージが強くて、横浜じゃなかった、埼玉だって。最近は家でよくかき氷を作ってる。あ、めっちゃいいじゃん、夏。こうやってね。いいですね、夏だ。横浜にはなさそうだよ。あ、横浜にはないのか。埼玉県っぽいですね。千葉にもあったよ、だって。結構ある疑惑？もしかして。もしかして全然北海道、あんま、そんな北海道だけじゃないのかな。なんかさ、関西もあるの？結構意外とあるんだね。あ、関西もないって。関西もないみたい。なんかさ、最後にさ、ちょっとなんか弾いて終わろうかなって思ってるけど、なんか弾けるような曲あるかな？弾けそうな曲、私でも弾けそうな、なんか北海道メロンとかね、かぼちゃとか、なんかアイスいろいろある。あ、でもこの前「君はメロディー」やったから、「君はメロディー」ならできるかも。けどすっごい、あの A メロとかちょっとできるかわかんない。これやってじゃあ終わろうかな。ラストです。ちょうどもう2時とかだから、休憩の方も終わるかな。どうだろう。お家でね、あの、見てくれてる人もいるか。ちょっと今日は髪がボサボサなんで。できるかな。ちょっとめちゃめちゃ、あと楽譜をスライドしながら、携帯で見てるんですよ。だからちょっと止まり止まりでやりますね。埼玉、茨城にあるんだって、セイコーマート。皆さんぜひいつか行ってみてください。行ったことない。
春に迷って知らないうちに大人になってた。歌を聞くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるようなあのミュージック線はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来眠ってた恋が目を覚ます甘いメモ甘いメモリー絶対できない振り返るように君も思い出すだろうかあの頃いつも流れた必殺君はメロディーメロディー懐かしいハモリー好きだよと言えず抑えていた胸の痛み僕のメロディーメロディーサビだけを覚えてるほろ苦い感情が溢れ出す今もこんなメロディーわけで、ああちょっとね今日は私の練習ギターの練習風景をお届けしたんですけどちょっとめちゃくちゃ初心者なので本当に頑張ってるなぐらいな感じで見ていただけたらありがたいです。そう難しいのをちょっとまだまだ勉強中ということで、なんかでもずっとギターをちょっとずつだけど練習してますっていうのをなんか言ってて、一番最初ねあれでなんか AKB48 の劇場公演がの時になんかオフショット動画みたいの YouTube AKB48 の YouTube で載ってたりしてたんですけど、なんか見たことありますかね。それでなんか最近始めたこととかハマったことなんか忘れてたけどみたいな質問でなんか言ったんですよ。ギターをちょっと始めてみました、趣味でみたいなことを言っちゃって、なんかそう言わないでいたんですけど、まだその時は本当ギター買ったばっかりみたいな時だったから言わないでいたんですけど、なんかそこで言ってしまってだからなんかできないのに始めましたみたいな言っちゃったから、なんかやばいよなと思って、これで練習してもできなかったら本当にもうって思ったけど、なんか
言ったことによって練習しなきゃって思うかって思ってポジティブに考えてたんですけど、もう結局毎日練習するのって結構、まあ、時間なかったりとか、まあ、時間ないは言い訳かもしれないけど毎日できなかったりとかしてなんかだったんだけど、あ、ちょっとタワー読みますね。なんですけど、なんかちょうどこのね、あのなんかおうち時間に始めたいなと思ってたから再開というかしまして、ちょっと待ってね。エースのワンペアさん、ありがとうございます。かわいい、何このタワー、メガネまた変わったのかな。あ、6月、ありがとうございます。そうで、だけどなんかその時期に毎日ちょっとずつちょっとずつやってでもそれでもやっとここまでって感じなので、そう一応なんか言ったからにはなんかまあちょっとはそういうなんだろう、やってるところじゃないけどとかもなんか配信したらいいかなと思って、まあちょっと練習風景でもショールームでやってみようかなと思ったんでやったんですけどちょっとなんかまだまだまだだなって感じなんですけど、あの温かい目でこれからも見ててください。あ、父の日のタワーだって、かわいい、なんか髪が本当にボサボサ、ありがとうございます皆さん優しい。ちょっと待ってください。じゃあ13位から読みますね。13位、よぴぞうさん。12位、すぎっちさん。11位、これなんて読むんだろう、 SYYA まいさん。10位、トロネコさん。9位、ともきさん。8位、ゴーセブンさん。7位、うーちゃんさん。6位、しのっぴさん。5位かな、5位、たきあっと香港さん。4位、かずみんさん。3位、夜空さん。2位、赤いポロシャツのやっさんさん。1位、エースのワンペアさんですね。ありがとうございました。ちょっとあのお昼だったのでね、お仕事の方は 見る時間ちょっとギリギリだったよっていう方もいたかもしれないんですけど、ありがとうございました。ではまた今度配信します。メール送りますね、この後。バイバーイ。あ、スクショタイムね、ちょっといいけど髪の毛ボサボサ。ちょっとじゃあ一応ギター持って、まあやったよっていう感じで、あ、反射がすごいな。じゃあスクショタイム、本当に髪ボサボサなんですけど、やだ。はい、というわけで皆さんありがとうございました。ああ、バイバーイ。また今度やります。ありがとうございました。お仕事これからの方、頑張ってください。またねー。